7月5日、新州館大ホールで、60歳以上の方を対象に、町民の親睦を深めるための、輪投げ大会が行われました。4年ぶりに開催されたためか、160名以上の方が参加され、大変にぎわいました。東の町町民親睦の輪投げ大会にこんなに多くの方に参加していただきまして、本当にありがとうございます。